宮崎県立芸術劇場は、宮崎県宮崎市にある舞台芸術施設。愛称は、メディキット県民文化センター。パイプオルガンが設置されているアイザックスターンホールと演劇ホールを主とする。有料ホール100選に選ばれている。シューブックスタイプのステージの正面バルコニー上には66、ストップを有する国産最大のパイプオルガンが設置されており、 客席数1818 18席のオーケストラ専用ホールとして設計されている。一部下変のオーケストラひな壇4段が常設されている。内装には宮崎県産のケヤキ、水目桜が使用されている。名称については当初はただコンサートホールとされていたが、宮崎国際音楽祭においてアイザックスターンが関わったことより名称変更されている。 演劇の上演を主眼に置かれて施設されている。客席数は1112席。オーケストラピット使用時は974席となる。残響を調整するために音響反射板の設置も可能となっている。多目的ホールとして施設されている。客席数は移動席だが300席を設置できる。残響を調整するために音響反射板の設置も可能となっている。 宮崎県は収入減拡大の手段として命名権を販売していたが2008年1月11日に宮崎県内を発祥とする医療機器の製造・販売を業務とする企業メディキットが取得することが決定した2008年4月から愛称がメディキット県民文化ホールとなる契約期間は同年4月1日からの3年間年間2000万円を支払う ありがとうございます。